10日、町子立てる山品学館越号松の山、森の学校、キョロロとは、新潟県十日町市松の山口にある博物館。1990年代から進められた10日、町工域市町村県のニュー、新潟座塗装プラン、つまり号、アートネックレス整備構想において、6市町村それぞれに、拠点施設、自然体感型触れ合い文化施設が整備されることとなり、 この内松の山町に整備されたのが当施設である。2003年7月の第一の芸術祭越後つまり、アートトリエンナーレに合わせて、同志立の施設として開館したが、2005年4月の同志と10日、銚子との合併以降、10日、銚子立施設となる。近隣の里山の自然観察、環境保全拠点の役割も担う。長さ160メートル、 重さ2000トンの対抗性鋼板の建物。世界有数の豪雪地帯松の山の雪の中に渦もれる。巨大なアクリルの窓からは雪の断面が見える。設計は手塚高春、手塚結。ベネツィアビエンナーレシュッテを機置に世界から知られる建物となった。名称は合併前の旧松の山町の町の鳥やか商品の鳴き声に由来する。隣接する。 里山一帯の森もキョロロの森となっている。ありがとうございます。